程度、造作もない。いってらっしゃい。あれは、ホムラ。超秘伝忍法書を得て、油断しているのか。隙だらけだ。今なら狙える。ちょっと待った。お前はさあ、どうする？また私を無視するつもり？俺は無意味な戦いはしない。だから無視できるものは無視する。そう来ると思ったが、わかった。もう諦めたわよ。無視するなら勝手にどうぞ。って言うと思ったか。私を無視する奴はぶっ殺すって言ったでしょ。お前どうしてそこまで無視にこだわる。まあ、やっと私に興味を示した。だけどもうダメ、もうダメなの。あんたはギタギタにしないと許せない。
勝負ありだな。ホムラはまだこちらに気づいていない。この距離なら俺の武器でやれる。許せない！何？身を盾にしてホムラを守っただと？私を無視するからよ。バカな、どうしてそこまで無視にこだわる？私はね、子供の頃いじめられてたの。いじめ？みんなから無視されたりして、惨めだった。だからいつもキレてた。私を相手にしない人たちがおかしい。私の弱さに気づかないダメな奴らなんだって。でもね、今なんとなくわかった。キレて注目されても結局は嫌われちゃうんだね。あんたの顔を見ていればよくわかるわ。いや、俺の中でお前はもう無視できない存在だ。命をかけてリーダーを守る見事な忍びだ。尊敬に値する。そう、お世辞でも嬉しいんだ。あんたの注目を浴びて死ぬ。悪い気分じゃないわ。未来、画像の評価だ。